私が破れる最強の魔導兵器である私が。あれやめろ。なぜだ、この体は私のものなのに、なぜ私が。皇帝陛下、お助けを。陛下、魂を宿した兵器がこれほどに脆いものだとは思わなかった。安心しろ、同じ鉄は踏まぬ。私が消えてしまう。やっと愛されることができたのに。欲しかった、居場所が欲しかった、愛してくれる人が。だから私はあなたのもとに。愛など不要、心など不要。私が求めたのは強き兵器のみ。そこでおとなしく見ているがいい。貴様のこだわる人形が物言わぬ鉄くずとなる様をな。アルファラカーラ亡き今、解明の雫を宿す以外の価値はなくなった。魂などもはや不要。あれ、貴様。勘違いしないでほしい。私が愛おしいのは断じてこの男ではない。私の体で愛を語るなどおこがましい。ほう、あの状況から自我を取り戻したというのか。私を喰らい尽くしたと思いましたか。しかし私の中に新たに刻まれた愛という感情、それを知らぬアルタヌーの力では私の愛まで消し去ることはできなかった。心が、弱き心が私の計画にとっての最大の不確定要素だとでも言うのか。私に死を与えるか。貴様らの覚悟、見事。偽りの人格を弱めてくれたあなたには感謝を。おかげで愛しき人の声が胸に響きました。自分を取り戻すことができました。侮っていたことは認めよう。だが私の信じた道はこの程度でついえるほど脆くはない。まだ終わりではない。人として神を滅することがかなわぬなら、神になりてそれをなすまでのこと。バイス、私の助言を覚えていますね。私の中の解明の雫はもはや限界を超えてしまいました。自我が完全に消滅するのも時間の問題でしょう。私はあなたを信じています。確かにアルファラカーラは敗れた。兵器であることを徹底せず、感情などというくだらぬものを力を発露する鍵としたままであったのが我が不覚。それは認めよう。
私は間もなく死ぬ。アルファラカーラを失い、力を発散する術を失った解明の雫の暴走も始まるだろう。だがまだ終わりではない。メルキアを神の国とするためできることはまだある。取り込まれた者は愚かだったからだ。私は彼らとは違う。無駄だ。開け、異界へと通じる闇の扉。引け、バイスハイト。仲間に助けられたか。運のいい男だ。この体での力の行使には無理があるか。だがまだだ。まだ私は終わるわけにはいかねえ。メルキア帝国を終わらせるわけにはいかぬのだ。我に構うでない。行け、あの男を追い解明の雫を破壊せよ。老兵はただ去るのみ。ゲートは我に任せるがいい。ゲートを閉じる方法は門外不出。ドワーフ族にのみ伝わる秘術、それこそがこの戦で我の命を懸けるべき唯一無二の使命。あるすら犠牲にできぬお前にさらなる犠牲を受け止められたのか。これだけは覚えておけ。アルの魂を救うことができるのはもはやお前しかいないのだ。我々の怠惰の責任を取らせること申し訳なく思っている。どうか恨んでくれ。そしてどうか救ってくれ。あの哀れな魔導降格の魂を今こそ解き放つのだ。行け、立ち止まっている場合ではなかろう。死骸もなく張り切った結果がこれか。あまり長くは持ちそうにないな。まったく、世話が焼けるんだから。これは回復魔術。何のつもりだ、エルファディシア。一時しのぎよ。けどそれで最後まで持つでしょ。それにしても困った人。最初から憎まれ役をやるつもりだったのでしょ。我がやらねば貴様がやっていたであろう。なんだ、お見通しか。だったら私がやろうとしていることも分かって。聞きたくもない。我はここで我の役目を果たす。貴様は貴様の役目を、いや違うな、貴様の望む奇跡とやらを起こしてみせればそれでいいだろう。ありがとう。
協力に感謝します。エレンダ・メールはドゥムニールに援助する手はずを整えている。安心していきなさい。どこまでも上から目線で行けつかぬ。だが礼を言う。くたびれるだけの人生に生きがいと若者の巣立つ様を見届ける機会を与えてくれたこと感謝する。行け、ファイスハイト。奇跡はない。ならばお前たちが作り出してみせろ。岩と大地を生み出せし我らが守護神山岳神シウよ、我が祈りを受け、ここに新たな大地を。我を混沌を封じる不動なる大地へと展示させたまえ。お疲れ様、ダルマグナ。あなたの覚悟見届けたわ。さて、私も後を追わなくちゃ。